どうも、キュートです。皆さん、はい、今日はですね、はい、何ですか、あの、とんでもないものを用意しました。お、まあ、今タングル持ってるんですけど、はい、あの、ハンドスピナー流行ったじゃないですか。そうですね、で、そのハンドスピナーを超えるものを入手しました。何ですって？手で持って遊べるおもちゃなんですけど、じゃーん、世界中で大ヒット、あ、モクル、モクル900円。そうそうそう、ハンドスピナーの次はこれだって言ってんの。もう来なくてもこいつのせいだからね。転がせば気分爽快。はい、やった。いや、ほんと来なければこいつのせいだから。そう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 、俺ら何にも悪くない。うん、こんな人におすすめ、はい、ストレス解消、脳トレーニング、目のトレーニング、指先運動、暇つぶし、まあハンドスピナーみたいなことですよね。そうそうそう、ハンドスピナーの次はこいつだぞとすごい押し出してるんですけど、多分その要素は1ミリも感じられないですよ。箱に書いてあるんだよ。おもちゃ屋さんがこういうの出してて、この前にそうそう、ね、あのお店の人がハンドスピナーの次はこれだって出してるのがこれよ、うん、箱にハンドスピナーの次はこれって書いてあるんだよ。これも希望を乗せてるだけなんだよ。ハンドスピナーとかタングルと違って、うん、日本が、日本人が作ったものなんでしょ。ああ、なるほどね。これはでもね、いろいろ背負ってるよ、うん、こいつ日本の希望と、うん、維新とね、いろいろ背負ってますよ、これ。そんな重いもんなの？そうそう、それが900円で売られてるっていう。安い希望だな。こんな感じ、皆さん、はい、あのね、この頭とこっちが、あの、ゴムになってて。あ、そうなの？で、ちょっとカーブを描いた縦状の長い棒、遊び方があるみたいなんだけど。でも、あれでしょ？これ、ワインの飲み残りに刺しとけばいいんじゃない？便利グッズなの？便利グッズにしよう。100均で買えるわ、そんなの。おっ、ええ、見た、見たけど、え、ちょっと面白くない？ええ、こんなもの、え、期待値低かったから、え、わかんないの、この面白さ。え、ちょっと貸して、その、何、質感というかさ、はい、手応えじゃないけど、ちょっと面白くない？あー、やばい。まあ、あるかも。え、こんなに縦に長いのに、なのに、あ、あるかも、あるかも。お、あーあー、お、え、立たせたいね、これ。え、ちょっと舐めてた。え、あの、これね、わかんない、だね、ハンドスピナーの次に来るかどうかって言われたら絶対来ないんだけど。ラリーを続かせよう、うん、行くぜ。むずいな、ね、この距離持っていこうと思ったら結構ちょ、違う、絶対違う、うるせえ。お、はいはいはい、いい、うまい。わかった。なに？コツわかった。ちょっとこっちに傾けてから押すのか。全然ダメだ。お、きた。コツつかんだ。ここだけで完結しようと思ってやった方がいくわ。あ、この、ここだけでね。そう、ここだけで完結させればいける。この地味な面白さを伝えらんねえな。じゃあバトルね。何バトルですか？これを先にミスター方の負け。オッケー。何かける？20万。だからさ、毎回賭け金、ベッド20万円とか10万用意しねえと勝負してくんねえじゃん。じゃあ、うん、負けたら、うん、おかしいこと言ってんのお前だからな、怒ってっけど。出してくれ。負けたらティッシュ食う。本気で言ってんの？うん、いや、お前は経験あるからいいだろうけど。ねえよ。じゃあ俺からいくよ。うん、よし。おお、立ちそうだったね。うん、いいよ、いいラリーが続いてる。いいよ、いいよ。あ、一枚じゃないの？もう一回やろ。ちょっとティッシュ食ってよ。負けたじゃん今。じゃあちょっとだけね、これだけね。待った、本当に食べないよ。ちょっと本当に食べないでよ。お前これぐらいだよ、つまんだもん。これ本当にイメールのやつの食いだろ。それなら食えるでやったんじゃないの、別に。いや、それなら食えるだったよ。違う、違う、イメール用としたでしょ。違う、そんな鬼畜チャンネルなの？なんかどうかと思うよ、こういうおもちゃ買ってさ、うん、いや、おもちゃ紹介でね、バズ。だから後半ティッシュの話してる。そうだよ、おかしいよ、うん、病院入れられるよ。どうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。ええ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 
勝負になったわ、さっき。ほんとだよな。